どうも、つむつむしみたです。運営さんからね、新つむ11月のね、新つむの、スキルが出ましたね。スキル情報が出ました。まず僕がね、喋らずに普通に再生していきます。おお。はい、ということで、新たなシリーズエレガントシリーズだね。エレガントシリーズでいいのかな。まあ、マスカレード系にプラスして新たなね、エレガントシリーズが登場します。で、まあスキル見てもらった感じだと全員消去系とボム生成系なんだけど、一応ね、あの補正、コインの補正値とかをコメント欄でね、教えてもらいました。まず、はい、ラプンツェルの方だね。エレガントラプンツェルの方、高得点ラプンツェルが出て、アーチ状プラス画面中央のツムを消すよってなってるんだけど、最初の高得点ラプンツェルが出てっていうのはね、これ見てもらうとわかるんだけど、ほら、サブツムがね、マイツムに変わるんだよね。サブツムがこの、ラプンツェル、この、ちょっとさ、眠そうなラプンツェルに変わるんだよ。だから、ここでね、スキルの周りは良くなってるはず。ただ、あれだね、クルエラ、なんだっけ、強欲な悪女クルエラみたいな感じで、めちゃくちゃ必要スム数が、重く設定されてる可能性あります。ただ演出はいいね。やっぱ演出めっちゃいいね。で、そしてアーチ状に消して、でこれね、測った感じだとね、補正ないです。補正ないで34消去って感じです。最初のアーチ状がね、補正マイナス補正ないとは言っても、もしかしたらね、その2段階系のツムってさ、なんか前半の消去と後半の消去で補正が違ったりするからね、もしかしたらこっちのでかい消去が補正かかってるっていうパターンもあるかもしんないけど、まあループ次第では結構強くなりそうかなっていう、そういう感じだね。そういう感じです。はい、続いてエレガントアリエルは高得点アリエルと特別なボムが出るよってことで、はい、これも同様だね。サブツムがマイツムに変わるって感じ。だからマイツムのループ率も上がって、はい、高得点ボムが4つ出ます。もしかしたら、スキルマックスでね、4から5個って感じで、もしかしたらランダムで変わる可能性もあるね。ただ一応、スキルマックスで4つって感じっぽい。でですね、こちらの、一瞬弱く見えるんだけど、これなんとね、プラス2段階入ってるらしい。コイン補正がね。コインのプラス補正が入ってます、この爪。プラス2段階入ってるらしくて、4つ消しただけで、見てコインがジャラ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 って入って、700コインくらい入ってるよね、多分ね。最初360、ま、じゃあ700コインは言い過ぎた。361コインから、だいたいね、終わりがね、700コインくらいになってるんで、だいたい300コインちょっと、1スキルで300コインちょっと入ってますね。ただやっぱボム消す時間で、ちょっと時間が減っちゃうから、まあ、これでめちゃくちゃループしたとしても、まあ、どうかな、コイン効率はいいかもしんないけど、どうかなっていうのがちょっとあるね。ってあります。はい。高得点アリエルと特別なボムが出るよ。まあなんかでも、ループ次第では結構化けそうな感じもあるよね。まあ、使ってみないとわかんないかな、これは。はい、続いてエレガントティアナです。高得点ティアナが出て、十字状にツムを消すよって感じで、これも同様に、サブツムが、マイツムに変わり、十字消去。これね、まだね、補正わかんないね。多分僕見た感じだと補正ないんじゃないかな。あったとしてもマイナス1段階とかだと思う。うん、補正ないことを願おう。補正ないことを願う。十字状にツムを消すよ。で、必要ツム数の方はね、わかんないけど、15よりも上だと思う。僕の予想はね。15よりか上になってんじゃないかな。必要するんです。17とかになってそうだな。もっとあるかな。わかんないけど。だって最初マイツムが出る時点で結構一つ目数重めには設定されてると思うんで。まあどっちにしろ、そんな感じかなと思います。ということで。まあでもね、弱くはないと思います。3体とも。弱くないです。なんで、まあ、ちょっとね、使ってみないとわかんないって感じです。ということで。この後ね、23時から、新ツムライブ、新ツムの性能確認のライブ、やるので、ぜひね、お越しください。ということで、運営さんからね、新ツム3体のスキルと、
あ、シンツム3体のね、デザインとね、まあ、スキル映像出たので、ま、いろいろ考察していきましたっていう動画でした。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。